何かちょっとトラブルなのか、うまく段取りが取れなかったというところなのか、スタートのルーティンがちょっと良くなかったようです。さあこれで現在はトップバニャンヤ、2番手にはコッタ、3番手にはバスティアニーニ、4番手にはビンダー、5番手にはバスティアニー。